女子駅伝の岩谷産業によったアクシデントは、見ている者に感動と疑問を生じさせ、大会終了後も賛否両論を読んでいた。全日本実業団対抗女子駅伝は、上位入賞を目指すチームが目白押しで、激しい戦いが予想されてはいたのだったが、その中でも飯田怜選手や岡本選手に起こったハプニングは、内容に違いはあれ、いろいろと考えさせられるものであった。まさか駅伝の競技で四つん這いのシーンはこれまでも体験することはなかったのだから。ではどうぞ。全日本実業団対抗女子駅伝予選会で、岩谷産業の第2区飯田怜が残り約 200m で走ることができなくなり、両膝をつき四つん這いになって第2中継所の柿浦浜を目指すアクシデントがあった。第3区の今田麻里江は目に涙を浮かべながら、飯田が必死につなげようとしている助けを待った。飯田は膝をすりむきながら進み、なんとか今田に助けをつないだ。参加27位チーム中最下位となったが、そこから一丸となって盛り返し、チームは21位でフィニッシュした。そんな中でも一方の入元では、テレビの番組でのコメンテーターたちのいろいろな声も聞かれていた。21日に行われた女子駅伝の予選会で、選手が這いつくばった状態で進み、たすきを渡すというアクシデントが発生したことについて、22日放送の TBS ビビットの出演者がコメント。史上初となる2度目の大学駅伝3冠を目指す青学大の原進監督は、みんなが応援していると当該選手にエールを送った。福岡県で行われた全日本実業団対抗女子駅伝の予選会、岩谷産業の2区飯田が第2中継所 200m ほど手前から這いつくばった状態で進み、右足は血まみれ。3区の今田になんとか助けを渡した。主催者側によると、レース後に右肩骨の骨折で全治3から4ヶ月と診断された。助けをつなごうとする悲壮な姿に、月曜コメンテーターを務めるお笑いタレントのカンニング竹山は、駅伝以外の生きる上での大切なものを学んだような気がする。人生諦めちゃいけないんだってことをと感慨深げ。歌手沢田研二の公演ドタキャン騒動をめぐり、この日は自身がイベントの集客で主催側と揉めた場合はキャンセルして帰りますと発言していたが、撤回し、イベンターと揉めても俺もコンサートをやろうと思いますと改めた。また原監督は今回のアクシデントについて、私だったら選手を止めると思います、たすき渡しまで 2300m ありましたから、レースそのものが成り立ってませんよねと試験。またチームの多くは寮生活、合宿生活をしていて、いわゆる家族が待っているんですと張ってでも進めた飯田を思いやり、こんなこと気にすることはありません。会社も多くの部員もみんな君も応援している、次なるレースに向けて楽しんでもう一度出てほしい、笑顔のたすきリレーを心待ちにしていますとメッセージを送った。この状況の中でネットでの反応は賛否両論で、いろいろと考えさせられる意見も多かった。ネットの反応、信じって表現本当にやめてください。あそこまでして必死にたすきをつなごうとしている選手への冒涜です。こんなタイトルつける神経が信じられない、あんなに膝から血がダラダラになるまで頑張ってたのに、ちょうど見てたけどあれは珍事って言葉使ってほしくないな、選手の覚悟が見れた、すごい執念だと思う。珍事って表現は良くない、珍事ではなく執念のリレー、これは珍事じゃないよ、最後よくたすきをつないだよ、頑張ったと思うよ。それと気になったのは、沿道にいた親父から笑い声が聞こえたこと。精一杯たすきをつなごうとしてるのに笑ってんじゃねえよ、張ってまでゴールを目指したのは1転倒でどちらかの足首を痛めて走れなくなったから、2張ってならいける距離だと判断した、3張ってなら怪我も擦り傷程度で済むと思った、4自分自身この状況で膝をすりむいてでもたすきをつなぎたかったっていう選手の判断があったからっていうことを、まず共通の認識とするべきだと思います。三井住友海上の岡本選手のアクシデントとは違うかと。岡本選手の場合は意識が朦朧となっていて自己判断ができない状況だったと思います。一方岩谷産業の飯田選手は自己判断をした上でのことですので、一緒くたに考えるのは間違い、膝の擦り傷を負ってでもたすきをつなぎたいっていう飯田選手の怪我の程度の判断を踏まえた意思決定を、まずは
尊重すべきではないでしょうか。なお、岡本選手については、怪我のリスクを考えると、もっと早く停止させるべきだったと思います。岩谷産業の選手は故障で走りきらないことが自分で分かっていた。だから、たすきを受けるとき、最後まで逡巡していて受けるのが遅れた。走れなくなった後も、自分の体に起こったことを冷静に分かっていて、あのような行動となった。だから、少しでも滑らかな白線の上を張った。対して、三井住友の選手は、自分の体に起こっていることを客観的に判断できていなかった。こちらの方はやばいかもと思った。これ、監督は止めてたらしい。でも、現場には伝わらなかったらしい。止めるというのが正解だと思うけど、この選手の根性の凄さは本当に感動した。駅伝とかだと、特に連帯の意識が強いから、周りが止めてあげないとと思います。確かに見ている方も痛々しいです。でも、止めた方がいいか悪いかは、個々の事情があるのかも知らないのかとも思います。だから、外野が批判するのは微妙かなと。ただ、こういうタスキを受け取った選手は、相当気合が入るとは思います。そういう意味では、いいものを見せてもらったと思います。選手から、いろいろな思いが伝わってきて、見ていて痛々しかったけど、感動もしました。結果的に、周りはいろいろ言いますが、今まで一緒に苦労を乗り越えてきた人たちが、選手の気持ちや将来を考えた結果の判断です。こんな判断が難しい場合は、周りがとやかく言えないと思います。判断を尊重し、選手にはよく頑張ったと、称賛でいいのではないでしょうか。女子駅伝、はい、つくばり、たすきつなぐ、青学大、原監督、笑顔心待ちに、竹山は、大切なもの学んだ。運営側の問題、指示伝達の問題など、いろいろあるとは思いますが、まずは、女子選手の諦めない姿勢を称えたい。本人の責任感、待ってる仲間との信頼関係は、想像以上のものがあるんだろうな。後遺症もなく、復活して、またチームとして活躍してほしいです。賛否両論はあると思う。ただ、四つん這いで膝から血を流し、女の子がよくやりきったと、すごいと思う。選手生命がとか、止めれなかったのかとか、いろいろとの力、複雑な感情は確かにあるが、早く怪我を治して復活してもらいたい。監督は、危険を指示していたとのことだが、現場に届いていなかったらしく。それにしても、あの状況でもレースを続けていた選手の精神力は計り知れない。昔の人ならともかく、今の時代の19歳の女の子に。今回の怪我が、将来に悪影響を及ぼさないことを祈ります。この中で一番素晴らしいと思ったことは、ダントツの最下位になってしまったチームを、白たすきではなく、しかも、チームを21位にまで持ってきた団結力だ。3区の選手は、走る前に走れる精神状態ではなかったはずが、よく頑張った。これで、はってでもたすきをつないだ彼女の勇気が意味あるものになった。これは、その後の三井住友の岡本選手の危険の後の三井の選手にも言える。三井は、白たすきながらも、ゴールでは21番目に泣いてきた。これもすごい。他の選手に迷惑をかけてはいけないと、怪我をした選手は、張ってでもたすきをつなごうとする気持ちはわかる。でも、骨折ほどの怪我なら別の話。骨折し、張ってたすきをつなげたことを美談にすると、駅伝選手全体にもプレッシャーがかかる。怪我などアクシデントが起きてしまったとき、監督のストップさせる判断力と本人がリタイアする勇気も必要。一見すると虐待に見えてびっくりした。選手としてはああするしかなかったのかもしれないけど、あれでいいのかと思うような内容。感動とかじゃなくて、ただ痛々しい映像だった。あのような場合に今後どうするか話し合った方がいいのでは。骨も折れてたというし、出身見たら熊本、あのど根性、ますます九州女子が好きになりました。感動もしたし、すごい悲痛な気持ちにもなった。賛否両論あるけど、これは本当に難しい問題。たすきをつなげなかった時と、昨日みたいに這いつくばってでもつないだ時、本人が後悔するのはどっちか。でも先の競技人生もあるし、まさか這っていくとは思わないかも。膝をアスファルトに打ちながら進むのはいくらなんでもしんどいし、今後走れなくなるかもしれないので、きちんと数十メートルまでは許す、それ以上はダメなどルール作りが必要では。
今後のレースで走れなくなってからでは遅い。協会側も選手側にも課題の残るレースでしたね。選手の気力は称賛に値する。だがこれを美談にしてはいけない。監督は危険を指示したようだが現場に届かなかったようだ。現場の人間、審判員のような人が第三者が止めさせるべき。テレビも称賛するような報道をすべきではない。中継カメラが執拗に追う必要はないし、この記事も右足から出血と煽る必要なし、右足首の骨折と絡めすりむいた膝の出血を悲劇的に報道したいのだろうが、足首からは出血していないし、膝からは両足ともに出血していた。背負うものが大きいから選手は頑張りすぎる。けど主役は選手。アクシデントがあった時には選手を一番に周りは対応してほしい。レース後に右肩骨の骨折で全治3から4ヶ月と診断された。打撲どころか骨折ですか。周りに迷惑がかかるから選手は絶対止めないし止められないのだから、監督が勇気を持って止めに行ってあげるべきではなかったのでしょうか。これを美談に仕立て上げる報道が昨今のスポーツ界のパワハラ問題につながっていると思うのですが、甲子園と同じくマスコミ主催だから強く批判できないのでしょう。ドクターストップも取り入れた方が良いと思う。当該選手やチームや監督は判断するのが似てるからね。今回は監督が止めるよう指示が出てたみたいだけど、それすらも現場に伝達されるのが遅かったみたいだしな。失格になるだろうけど、次の選手やサポートの選手がもういいよ、大丈夫だよって迎えに行ってもよかったかな。監督の指示待ちだったかもしれないけど、自分たちで判断するのも大事。まあ自分が当事者でも指示があるまでどうしていいかわからなかっただろうけど、選手の諦めない気持ちはすごいけど、それを止めてあげるのもチームやないかな。美談にしてはいけないよ。マスコミはそういうの好きなんだろうけど、これからマラソンや駅伝のシーズンなのに、アスリートの3から4ヶ月のロスは大きいよ。もし止めていたら次の大会でリベンジできたかもしれないのに、膝をすりむいた状態で不衛生な路面を這うなんて破傷風に感染する恐れがある。現場判断で競技を続行させたとあるが、これはダメだ。現場は根性論より選手の命を優先してほしい。私も監督なら止めてただろうな。でも選手だったら中継地点が見えてるから張ってでも進んだろうな。陸上部だったから双方の気持ちが痛いほどわかるわ。でも選手の将来を考えると、監督がランナーの体に触れたら競争中止にできるのだから止めるべきだっただろうな。続けたいという本人の気持ちをレースや怪我という客観性でコントロールするのが監督ではと思う。この選手は骨折してたわけだからドクターストップをかけてやるべき。中継見てました。感極まりました。こんなになってしまった自分への嫌悪感、次々と抜かれていき、それをどうにもできない悔しさ、言葉では表せないほどいろんな思いがあったと思います。でも自分のせいでタスキを途切れさせるわけにはいかない。何としてもどんなことしても次へつないでやるという強い意志を貫き通した彼女の心の強さに打たれました。あの時、あの場所、あの状況で彼女にはその決断しかなかったんでしょう。次の選手もサングラスを上げて涙を拭きながら待ってましたね。それ以後の選手も彼女の奮闘に報いようと頑張った結果が最下位だったのが21位でフィニッシュできたことだと思います。素晴らしかった、やめさせるべきだった、いろんな意見があると思いますが、それはこれから関係者で検討してください。こんな強い人だから来年きっと帰ってきてくれると思います。その時は今回の分まで走って素晴らしい走りを見せてくれると信じています。飯田さんの場合は意識も判断力もあったと思うし、無理に危険させるのはむしろ酷じゃないのかな。強いて言えば運営スタッフなり関係者なりが本人の意思を確認しながら寄り添うようにフォローしてほしかった。すぐに駆けつける控えの選手とか人員的に厳しいチームだったんじゃないかとは思うけど、岡本さんの場合は理論の余地なく逆走りを始めた時点で危険させるべき。方向感覚も平行感覚も失ってるのに折り返しポイントを回り直せとか狂った対応としか思えない。飯田さんと違って意識も判断力もほとんどゼロだっただろうし、選手や監督の意思なんてのは責任転嫁に過ぎないと思うな。
年齢を見たら19歳と20歳。チームの先輩たちのために一無理をしてしまう年齢だけに、運営側のしっかりとしたサポート体制と適切な判断を切に願いたい。これは賛否あると思うよ。何があっても助けを渡さなければという姿勢は感動し尊敬します。が反面、その選手が怪我をしていたら今後のランナー人生を考えると、辞めさせる、リタイアということも選択肢の一つだったと思う。あの映像を見たらスタッフは棄権させるべきだったと思う。選手は一生懸命タスキを渡そうと思っているが、四つん這いになった時点で判断するするばきだろうな。これが原因であの選手のランナー人生を棒にしたくないと思う方がやはり選手ファーストだと思う。もちろんチームには迷惑をかけるかもしれないが、また来年挑戦すればよいと思うが、怪我をしたならその場でストップという勇気も必要。でも涙が出る入りっぱだと思う。何があっても自分の責任は全うする、その行為には感動をするし、いろんなところで見習わなければならないことを教えられた感はある。今回ので思いましたが、監督やコーチが伴走できない駅伝は緊急時に大会運営、審判と連絡が取れるような体制を作って止めてあげれるルール作りをした方が良いと思います。普通あると思いますけどね。最近暑さのせいか駅伝でこういうことが多い気がする。万が一犠牲者でも出れば駅伝自体がなくなりかねない。日本特有の素晴らしい競技なので、こうしたサポート体制をしっかりして長く続けてほしいです。監督がどこにいたのか知らないが、選手が自分の判断で止められないなら監督が止めないとダメだ。執念だとかで美化している人は全くスポーツやらないのだろうな。そんなものは別に出すべき時がいくらでもある。つなげなかったことを悔やむなら来年以降結果を出して上書きすればよい。体を張るスポーツに怪我は避けられないし、海洋なり小なり削ってはいるわけだが、こういう類は不毛だと世間も選手自身も認識して発生が避けられるとよい。これで取り返しのつかない故障になったとして誰も元に戻せない。褒めている人はそうなった時何かしてあげられるのか。中継見てました。選手本人の意思があっての四つん這いだったと思います。アキレス腱とかをやってしまったのかなと個人的には思ってました。意識もしっかりしていたようにも見えた。タスキをつなげたことが正しいかもしれないし、リタイアさせてあげることが正しいかもしれないし、そんなの多分しばらく時間を経ないとわからないんじゃないんですかね。ただあのハイツ配り方を見てたら、その意思を尊重してしまいたくなる気持ちはわかる気がします。でもそれが正しい判断だったかはまだ誰もわかんないような。確かなのはその思いの強さ、執念は凄まじかったということです。無事回復してまた思いっきり走れますように。タスキをつなぐ、駅伝では大切なことだけど、つながなくてはいけないって使命になりすぎなんだと思う。つながなくては成立しないことはみんなわかってる。でも無理をしてまでつながなくてもと思う。無理をして身体を壊して走れなくなっては元も子もないと思う。チームの監督やコーチ陣も止める勇気を持ってほしい。タスキがつながなくてもいいって思う。悔しいだろうけど身体やこれからを考えるなら止めることもありだと思う。大変素晴らしく責任感の強い選手だと思います。ただ運営側または監督に止めてほしかった。安全ばかりを考えていてはスポーツとして成り立たない部分はあるけど、いくら選手が無理しても続けたいと自己判断ができる状態でも闘争心や責任感から来るもので、今回は安全の旅を越えていた気がする。中には責任感から棄権したくても言えず続行してしまう選手もマラソンに限らずいるはず。ボクシングなんかでも TKO があるように、あの頑張っている姿を見ると感動と同時に見ていられなかった。選手として復活できることを願います。コメントが多くあり賛否両論が聞かれるが、今は飯田怜選手や今田麻里絵選手の頑張りにエールを送り、一日も早い回復を祈りたい。彼女たちのアスリートとしての人生がこれからも続けられることを心から願っている。